はい、どうもです。こんばんはです。今回はアローズのタブレット、これですね、こちらになりますね。こちらの端末のリカバリーモードをしてみたいと思います。ロックをかけたらなんか忘れてしまったとか、そういうのが結構多いので、このリカバリーモードをお教えします。一応私も試してやったらうまくリカバリーモードできました。外人さんの YouTube でそれをやってるやつを見てやったら、うまく成功しました。なんですかね、豆知識なのか分かりませんけど、できた方とかできない方がなんか結構いるみたいなので、参考にできればと思い、動画を回しました。ではやりますのでよろしくお願いします。まず電源を切ります。で、電源が切れたら、ここの電源ボタンとマイナスボタンと、あとホームボタン、ここですね、ここのホームボタンを押します。同時に押してください。同時に押して電源が入ったら、マイナスボタンと電源ボタンを押してホームボタンを残します。押したままです。では行きます。で、そこにこうやって離してください。そうすればリカバリーモードができます。こんな感じですね。そうしたら2番目のこのリセットっていうところを、ここで電源ボタンで押してください。そうすればここにノーイエスとかって出ますので、それをイエスボタンを押してください。そうすればこういうマークが出ますので、そのまま待機してください。今リセット中ですね。で、電源が入り、リセットが開始されます。ちょっとフィルムがちょっと汚くてすいません。これいただき物なんで。今リセット中ですね。下の方に点々があります。私も豆知識見ながらやってみて、なかなかリカバリーモードができなくて、YouTube の外人の方がやってるやつを真似したらうまくできました。なんか豆知識でなんかなってるの、なんか間違ってるのかなとは思うんですけど、このホームボタンをなんか押してくださいとかって、その一言がなかったんで、電源とマイナスボタンのみだったので、なんかおかしいなと思いました。で、これで
リセット完了になります。リセット完了、終わりました。でテレビも問題なくできます。ちょっとお待ちください。ちょっとアンテナを出しますので、今読み込み中です。一応この端末はフルスイング対応なんですね。びっくりしました。そしてここを保存して OK ボタンを押して、今これあのワンスイングなんとフルスイングに設定すれば綺麗なフルスイングが見られます。無事にあのキャンセルとしてリセットが成功しました。皆様もぜひやってみてください。うまくできましたので、僕も私も1回失敗して2回でうまくできました。では失礼します。ちょっと説明が下手ですいません。よろしくお願いします。